も来週そのまま上がります、ね、はい、ありがとうございます。ここから延長戦ですが、番組始まったら言いませんので言えないから。はい、では5秒前。FM 議論は沖の皆さん、こんばんは。時刻午後8時30分回りました。ここからは沖縄ツーリズムラボのお時間となっております。お相手は研究員の伊藤と研究員の佐藤です。今日もどうぞこの後午後9時までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ね、FM 議論は沖縄ツーリズムラボ、YouTube またはですね、ツイキャスでも、生放送でお送りしているということですので、ぜひお気軽にですねご参加いただければと思います。佐藤、今日寒いな。寒いっすね。寒いっすね。天気なんかや。分からん。今日のやなんでこんなサテライトのスタジオなのに。天気分からんわ、今日。寒いね。寒いよね。寒いですね。寒いのは寒いはず。確かに。いや、寒いのは寒いんですよ。気温どんなかや。何度くらい。今日天気どうか。天気は晴れてる。もちろん晴れですよ。私誰だと思ってるんですか。確かに。なんでもちろん晴れ。外見たら分からん。なんか変な会話だね、スタートがね。ねえ、なんででしょうかね。今日はね、はい、1月15日金曜日のはずでね、はい、楽しく行こうかなと思っております。この番組はね、コンセプトは旅を想像する、ラジオ、ね、ラジオを聴きの皆さんと一緒に旅を想像したいなということで、はい、まあ、作る方ですね、クリエイトの方の想像と、イメージのイマジネーションね、イマジネーションの方の想像、まあ、妄想別名そ, う、ね、そういうところで今スタジオにいる3人で今日の天気を妄想して楽しもうっていう、はい、分かる人だけのね、そうですねお時間だったわけなんですけどもね、はい、やや分かる方々もね、はい、いらっしゃると思います、空気的にね、うん、はい、はい、まあ、そういうことでございます。はい、今日はね、まあ、2021年も始まって2週目ということもあり、3週目に入るのか、週で言えばね、ということで、まあ、テーマはちょっとね、なんか2021年に始めたいこととか、ね、挑戦してみたいこととか、はい、そういうのをテーマでなんかお話できたらなと思ってるんですけども、だと何かある？私はもう一回語学をなんかチャレンジしようかなって実は思ってます。すっげえすっげえ方言。あ、もう方言もそうなんですよ、うん、方言も実はあって、はい、沖縄の方言と英語をもうちょっとブラッシュアップしたいのと、うん、チャイニーズかコリアンのどっちかをできればやりたいなって思ってます。チャガロー。チャガローはめっちゃ難しい。あれあれマジでむずい。へー、わけわからん、あの発音が。確かに素人にはそうかも。わかる。え、プロですか？元。あ、元そう、お願い、お願い、もうつぼらせないでくださいよ。わかる、わかる、ラジオって知ってた。お前笑うのよ、声出して笑えよ。何秒か音が出せなかったらラジオは事故だから。そう、そう、そう、私, 笑い方の癖が音なくなるんですよね。だから、そう、二人が声出さずに笑ってはキャンさんがガバガバするしかないから。そう、そうだな。そう、事故を防ぐために大きな声で笑おうっていうラジオじゃないから。頑張る。そうだよ。頑張る。いいね、でも語学。学びを挑戦ってのはいいよね。そうですね、そこに挑戦したい。伊藤さんは？俺ね、挑戦は時間とかタイミングとかで決まる人だわけよ。なるほど。でもやばいよや、1月1日が来るたびに、うん、いつも禁煙しようと思うけど、死にプロが禁煙多分20回ぐらいやってる。禁煙、禁煙のプロ、挑戦禁煙のプロ、ほんで今はで、で、うん、なんか20回禁煙できるってことはそういうことだろ。違うさ、でも禁煙できてないんちゃう。じゃあ禁煙するプロ、禁煙を達成するプロではない。あ、挑戦するプロであって。そうそうそう。あ、なるほど。やばいよ。そう、難しいだろ。実際本心的には禁煙しようと思わないんですか。絶対禁煙した方がいいと思う。世の中のタバコを吸おうかなって検討してる方に、うん、僕はメッセージ、タバコは吸うもんじゃない、ダサッと思うものだと俺は思う。おー、いいことない、マジ。へー、全然いいことない。だって
そうなんですか。なんか体力奪うでしょ、うん、なんといっても財布負けるからね、そろそろ今500円なるほど。だって1000円を 100% としたら 54% 財布からなくなるんだよ。めっちゃビビるよ。一応確かに。でもそれでも買い続けるっていうぐらい、うん、俺やばいと思うけど。確かにね。私吸わないからあんまり。くっそ美味しくないし。あんの全然美味しくない。ミントガムとはまた違うんですか。うん、全然違う。あんなだ、じゃあタバコだよ。何言ってんの。煙を吸い込んでんだよ。いや、わかんない。だってタバコ吸ってないもん。そう、あんな美味しいわけがないんだけど笑顔で吸えるっていう、うん、いや俺はすごいと思う、自分で。やばいよね。じゃあ私も尊敬しますね、うん、ただやめがたいってのもある。俺多分唯一、うん、生まれてから吸ってるわけじゃないけどここまで日にコツ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 継続できるのでこれ全然笑えないんだけどね、多分、うん、公共の電波で。ただ、ね、でもそれぐらいタバコはね、今から吸おうとか思ってる方々がいたら絶対やめた方がいいと思うね、うん、あ、じゃあ止めるんですね。止める、うん、でも俺も内心はやめたいなと思ってるけど、うん、そうなんかね、これはね進めない方がいいから、うん、だからいつも今年挑戦しようとした禁煙はまず果てたわけね。うん、そうですね。だから次は何挑戦しようかなって思うけども、うん、まあ、でも新しいこと、いや、まあ、今からほらコロナってもう当たり前になってくるし、うん、で第2波っていうか第2回の緊急事態とか非常事態とか、うんうん、来るのってある程度予測できたじゃない。そうですね。別のものでもね、予測不能って言われてることを準備してなくて騒いでる方々も結構周りに多かったりするんで、うん、はい、君たちは今まで何してたんだいっていうのが思ってるのがあって、だから常に新しいことは追い求めていこうかなみたいな、はいはい、そしてね、観光って多分未来とか未来作っていけることだとは思うから、うん、そこにやりがいを感じて、うん、でそこにいろんな人が参加できるような取り組みとか、うん、はい、観光を使って、この前ほら去年の半ばぐらい、うん、岡山行ってきてそういった取り組みにも挑戦して、うん、まあね、一応は1位ももらってきて、はいはい、で今岡山の観光客の方とも話をして、うん、なんか岡山でも一緒にできないかなとか。うーん、でちょっと最近ほら某航空機会社さんともねいろいろとお話ししてる件もあるんで、はい、そういったところ、ね、観光だけではなくて、うん、どうやっていろんな、まあ、友達を増やそうよ作戦なん で、うん、はい、でそれをね、地域とか企業とかとつなげて、うんうん、より良い社会づくりに貢献できればなというふうに思ってるかな。いいですね、うん、やっぱ笑顔がね、人の笑顔がいっぱいと、ね、で人の心にゆとり、うん、笑えるゆとりがないと笑えないだろうし、うん、笑いたくても心にゆとりがないとね笑えないはずだから、なんかそういったのがあったらいいよね、うん、とか思うけど、皆さんどうですかね。2021年挑戦したいこととか初めて見たいなとか、うん、逆に何かあれば、逆に2021年からやめたいでもいいわけも、まあそれも挑戦ですもんね。だってそうそう、これはやめるとか、うんうん、決意、うん、そういうのもいいんじゃん。いいね、うん、お菓子1個減らすとか、俺増えてるやつだマジやばい。お菓子好きだよ俺。お菓子好き、そう、うん、めっちゃ好きで。伊藤さんずっと食べてる。そう、なんか最近ハマってるのある？なんか2021年になってから。お菓子？お菓子。お菓子は私最近塩分欲しがって、なんかポテチとか。え、お前クマ？いや、なんか最近すっごいこのチップス系、あのしょっぱい。はいはいはい。なんか止まんなくなっちゃいます。ねえ、やめようね、これは。これはね、これは完全やめたい。適度にな。あ、そうですね。適度に摂取。頻度減らす。適度に摂取。うん、そう。そうします。それぐらいがいいと思うね。うん、そういったのがいいよな。うん、そう、なんか流行ってるのがよ。ニベア。そう、ね。なんか一回、じゃあ岡山行った時に乾燥するから、で、GoTo チケットというか地域共通クーポンあったわけね。うんうんうん。で1万1000円分あったわけ、はい、で使おうにも、うん、どこもみんなコロナで閉まってて広島駅の前ですら、うん、ファミレスが8時ラストオーダーとか終わってるし、え、時短じゃなくて、そう、寿司屋さんも閉まってるでしょ。早い。え、広島ってお好み焼きでしょと思って、うん、食べに行こうとしても閉まってるでしょ、うん、あ、どうしたもんかねと思ってそう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 、だから、まあ、乾燥してるから、うん、ニベア買おうと思って、うん、そう、やったらなんか やったらやり続ける習慣があるからなるほど、じゃあもう習慣化したんですね。そうそうそう、やばいっすよ今肌が保湿保湿そう、やばい、半端ない。あ、じゃあ潤いもっちり、そうそうそう心に潤いをも肌にも潤い、イエーイということで、じゃあね、優しくなっていきたいなということで、じゃあ1曲目僕からいきましょうね。はい、はい、1曲目なんですけれども、長渕剛、幸せになろうよ。
プリングさん気づいたから確かに1週間後予測以上だ来ると思わなかったか自分気がついたら2021年1回もタバコ吸ってないです。すごい。絶対意識しないですか。自分でも紙タバコはもうやめようと思って。紙タバコって何ですか。紙薬。普段 の, あの普通のタバコ。あ、これこれ、はい、はやめて、ハマキと、うん、あのパイプタバコだけにしようかなと。へえ。もう限定的。はい。お酒飲むときとかコーヒー飲むときとかだけに合わせようかな。はい。あ、それがいいと思う。やばいよね、タバコはね。そうですね。マジだよ。いいことない。あんまり言ったら愛煙家の人もこれで。全部ガサの方が。タバコは全部。吸わない方がいいやつだけね。はい。逆にタバコ吸って、タバコ吸った方がいいよっていう人はね、それよっぽど悪どい人かな。君はタバコ JT 会。JT の職員会。コントロールできるとかいいですけど、大変でしょ。コントロールできないですからね。お酒が入ったら。新車とは違うんですか。新車はタバコって感じですよね。上手なんですよ。ああ、ボコボコ。ちょっと。いいね。これメッセージ読んでいいんだんね。ラジオ番組中。はい。大丈夫です。です。あ、じゃあ天気の話予測以外。そうそう。そうなんですよね。皆さん、今日で15日天気予想。沖縄どうですか。何かな。分かる人しか分からない。肺のレントゲン JT? 撮ったの JT とずらすと CM 作れますね。そう JT ね、本当にもう JT のやられてるのはこれ最近中国に行ってたから忘れてしまったけど、あ、中国喋れるんだ。あ、だから日常会話的だからね。ニハオ、でも伊藤さんも喋れるんじゃないですか。前々、そうそうそう、ニハオ、ウォーウォーズミンツジュウォーズミンツジュウいいと思う。曲またります。あと2分ぐらいです。うん、じゃちょうど14分ぐらい。そう。ワンサンハオで。こんばんは。ワンサンハオ。ワンサンハオ。ワンサンハオ。おす。中国語ね、難しい。中国語はな、発音のところがな。ビーンが。まあ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 。44が一番難しくて、そうそう、スー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 違いがわからない。第二言語を大学の時に取ったのはスペイン語でしたね。あ、そう、私もやりました、スペイン語。スペイン語簡単ですよね。簡単、ムイビエン。ムイビエン、ムイビエン、ムイビエン。アミーゴ、コメスタス。お前ら殺すね。違う。オラ面白い。あったな、スペイン語。JT って言ったらだよ、マジで。マジで言ったらですよ。マイルドセブンって言ったら。レントゲン撮ったことあります。じゃあ、CM 行きます。はい。じゃあ、マイクかけます。はい。宜野湾市 FM 宜野湾から生放送でお送りしております。沖縄ツーリズムラボ。この時間は各社の提供でお送りしております。はい、そうですでしょ。ついつい。やっぱワイニーなんだ。ワイニー。ワイニーだけ言えればって。そうそうそう、ワイニーはもう。そうそうそう。ハオ。ハオツーか。ハオツー。ハオツー。ボイザーは全部。ワイニー。いいね。イデン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 。ちょっと。そうそうそう。イデン。私、数学の先生に教えてもらったんですけど。はい、世界各国の愛してるは言えるようになった方がいいって言われて、お前にとか、はい、サランヘヨ、サランヘヨも教えてもらったんですけど、一番印象に残ってるのがドイツ語で、エプルス、エムピーキー、ミヤコと一緒、ミヤコ、ドイツ、ドイツ、ああ、ゲットンディゴ、プルーム、サランヘヨ、ドイツ語って喉から声出すんですよ。ドイツだけ、ヨーロッパでドイツだけ語源が違う。そうですよね。あれ、喋れなかった。はい、じゃあ、まもなく CM が終わります。
79.7MHz FM 宜野湾スタジオから生放送でお送りしております。てんてんてん沖縄ツーリズムラボ。いや週刊って怖いや。週刊って怖いやつ。確かにしれっと言ってしまうからよ。恐ろしい ね本当に。そうですね。でもなんかメッセージ来てますね早速、はい、言語シュプリームさんからですね。こんばんは。こんばんは、はい、ってことで最近中国に行けてないから忘れてしまったけど中国語ね日常会話程度って十分だよね。え十分ですよ。別にそんな完璧じゃなくていいと思う。そうそうそう、コミュニケーションができる日本語日常会話程度だもん。そう自分たちもね。そう私もいいのかっていう日本語喋れない。そんな人がラジオをやっていいのかっていう感じだけどでもだってほら先週ちょっと話したじゃん、うん、お風呂のお風呂入る入らないでドキドキしてたけど、ね、本当ね。それもそうなんだけどさ、うん、結構あるよ東京行った時に、うん、沖縄の人さ洋服履くって言うさね。うん履く洋服履いてからそ、ね、寒い洋服履こうって言ったら洋服着るんだけどとか、うん、いっぱいありますよね。あと電話で、うん、あじゃあ今から来るよねって言ったらえどういうこと誰がみたいな。え俺が来るお前行くでしょとか厳しい。マジでよ、うん、布団かぶって寝る布団をかけるんだよとか、うん、厳しい厳しい、ね、その2使い分けのパターンも難しいわけで、俺東京行って最初なんか東京だった、まあ、東京では舞浜浦安とかだったから、はいうん、海中の町漁師町だったから、うん魚食べたいと思って、ミーバイあります？ミーバイ？和名がね。本当に。わかんないや。わかんないよ。わかんない。でしょ、うん？魚なんてもう基本ミーバイグルクンタマンとかって全部方言で周りが飛び交うから、それが共通語と思ってるじゃない。確かに。そういうの考えるとね、なかなか難しいよね。うん、でも書いてあるよ。お会いに。お会いに。お会いに。やっ。いや。もうね。つだつだ。そう。いいでんじゃん。そう。ね、まあ愛してるね、I love you とかね、うん、覚えたらいいけど。え、でも勘違いさせそうじゃないですか。え、それでいいじゃん。勘違いから始まる恋ってのも。幸せになろうよと。え、どうですかね。か、Thank you の方がなんか良くないです。俺逆に Me too にしとこうから。俺もだぜ。どういうこと？俺もだぜ。逆にそういう人を逆手に取る。ああ。悪い男ですね。そう、そうそう。だっておいつも思うもん、綺麗な人とか歩いてたら、うんうん、あこいつだったら結婚してあげてもいいかなとめっちゃ上から目線そう、だって目指せ高田純次だから。ああ、なるほどね。そうそうそう、目指してるところがめっちゃそう、あの人面白い。あでもね、あの喋らなければすっごいダンディーなんですけど。そうそうそう、俺のことあそうですそう本当にね、どうでもいいわけだからね。本当にでも確かにいろんな言語を喋れたらいいよね、うん、でもさっきあのスタジオの中でさ、ねうん、あのキャンさんがドイツ語を言って思った宮古と似てるとか ねすごいよね音がね、うん、沖縄あれだけどね、うん、武蔵さんこんばんは。ざっと挨拶会。はい、英語も勉強して昔は喋れたけど話す機会が減って忘れてしまいましたね、はい、英語中国語とか勉強したいです ねめっちゃ同意します。そう、うん、私も英語、まあ、ペラペラじゃないけど別にコミュニケーション取る分に関しては、うん、まあ大丈夫だったんですけど、うん、本当に忘れました。やっぱそう、使わんと忘れるよな。忘れるっていうか頭では覚えてるんですよ、はいはい、口が忘れる。だから噛む。あ、なるほど。あの英語を喋るときに噛む。外国ドラマとか映画見てるけど、うん、英語ってさ結構喋りづらいのかなと思っててネイティブの人たちでも結構噛んでるああ、I love you みたいなとかいや、シェッ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 みたいな感じでえネイティブ噛んでんじゃんと思う舌使うからかな。日本語は唇で喋るんですよ、舌使わないんですよ、あんまり、はいはいはい、ただ英語とか別の言語スペイン語とかもなんですけど、うん、舌を巻いたりこの上に上げたり下に下げたりってことは、今の巻くんだっけ巻かないんだっけって悩んでるってこと分かんないけど瞬間的にね、このフェッみたいななのか。そう、自分たちが迷ってたら、まあ、大変だな。じゃあでもそこの違いがないと違う単語になっちゃったりする。まあもちろんね。そう、そうだからそういったのを考えたらもう結構むずいんだ。で中国語って俺一回想像したことがあって、うん、東京いた時とかやっぱ沖縄もね、うん、中国から多くの方々がいらっしゃるんだけど、はい、その人たちが一生懸命会話熱く語ってる様子とか、うん、深く語ってる様子とか見てて一人でこの方々に吹き出しつけたら全部漢字かと思ったらなんでかな、なんか恐ろしくなって確かにこの人たちが喋ってることを全部漢字かと思ったら、うん、すっげえと思って
そうだ考えたらすごいよね。確かに日本語はね、漢字とひらがなとカタカナと、うん、そうそうそう、あるけど、だから逆に向こうからしたら、まあ、すごく見えるんだろうね。あ、記号に見えちゃうんですかね。そうそうそう、だからすごいね。だから多分ただ俺言語別にそこまで喋れな い, いそこまで喋れば全然喋れないけど、うん、教え方うまくしたら先生方もね、まあ、教育者の方々にこう教え合わせと言うつもりはないけど、うん、はいはい、言葉を教えようとするから難しいんだろうなと思ってて、うん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 、音として言葉って一応音さ、うん、ただの、そうですね、音、うん、メロディーがついたちょっとメロディー抑揚があったりする強さとか、うん、はいはい、か音として聞く、うん、で言葉として理解、文字として理解しようとするから大変なんだろうなと思ってさ、うん、音としてだから朝起きたらおはようって音出すんだよみたいな、あ、はいはい、おはようって音さじゃあ今それをひらがなで考えようとするからおかしくて、まあね、うん、おはようって音を出せば日本人には伝わるわけよ。はい、確かに。だからグモーニンっていう音だよって言えれば、うんうんうん、まあ、同じ音としてね、うん、まあ、意味付けは後ですればいいよってことですよね。そう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 、うん、っていう形に、だから難しく考えさせようとするのがなんかツーリズムでいいんだけど、うん、なんかね、だからいやいや違う、確かに大切だけど、うん、まあ、その音を真似させるとかさ、はいはい、でちょっとしたのをちょっと違いを入れていくとか、うんうん、やった方が音だからさ、一応基本言葉って、うん、猫がミャーって言ってるのと一緒確かに私たち違い分かんないっすよ。そうそう、でもそれをなんか音としてなんか、うん、教えていくとなんかいいのかなと思って、うん、だ中国語なんてね結構あれがあるじゃない、うん、そういったね、上がり下がりがね、まあ、そうそうそう、うん、そういったのとか、だからそういったのをねうまくしゃべれてたっていうスプリムさん、まあまあすごいなとか思って ねすごい。だから結構だからさ、覚えるときに中国のスナック行ってた、うん、社長さんって俺一土木作業員が、ね社長さん、なんで社長なんだろうあいつは多分社長って言ったら日本人喜ぶと当時の方々は思ってたのかもしれない。あ、なるほどね。じゃあおもてなしの心で一応そう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 、呼んでくれたんですね。そうなんですよねいやでもね、やっぱでも友達作るとかでいいかもしれないね、恋人作るとか、うん、一番早いっていうのが恋人ですよね。だと思う。恋愛してめっちゃ一目惚れした綺麗な女性、うん、まあ俺はされる側だと思うんだけどはいはいはい、まあね、だったらもう、いや俺も覚えてあげようかなみたいななんで全部上から目線なんですか ねこの番組が始まるも言ったし、この番組はイマジネーションの想像もあるんだよ。そうですよ、うん、あ、じゃあ恋も想像していいし OK ですダメ、いいよ、いいでしょ、ここにダメにないでしょ、うん、おだって俺有資格者だから自由恋愛のまだ有資格者だから間違いない。資格まだ失ってない。毎年ちゃんとこれは更新してる。更新してる。間違いない。そうそうそうですよ。ちゃんとあの研究所の特徴として、ね、ちゃんとその申請は忘れないように。ああ。自由恋愛の手続きは。やばい。そう、調子いいな。え？調子いいな。本当に。今週も。ね、でもね、本当にこういうふうに楽しい時間をねいっぱい作っていければなと思うんですけども、じゃあ。まあ、今日のテーマが、まあ、なんかねしていこうとか挑戦していこうみたいなところがあって、僕はさっき、幸せになろうよのテーマにやったんですけども、はい、2曲目はザトから、はい、私から福山雅治さんで家族になろうよ。サラリーマンでしょ。え、うん、そうなの。こんなサラリーマンいたら大変だな。最近お姉ちゃんが長崎行って福山雅治の実家をなんかタクシーの運転手に連れてかれたんです。金払わんかって。なんで？あ、じゃあ何あった？じゃあなんかお家が観光スポット的な感じになってるらしいです。実家が。あ、でもなると思うよ。うん、あの岡山の津山市は新津の稲葉さんで、利用したらしいよ、まあ、結構多いって言ってた。ウケる。これなんて言うの、まあ、愛を作るっていう。だったらあれだね。
中国人から意外と純粋だね、ここは。ストレート、だから英語に近いんですよ。はい、では残り1分です。はい、じゃあマイクあげますね。はい、8時30分から生放送、8時30分からお送りしてまいりました沖縄ツーリズムラボ、お時間、間際となってきましたけれどもね、はい、今日も寒かったですね。うん、寒かった、間違いないね。うん、それは間違いない。で、今天気どういう風に変化してきてる？めっちゃ星空いっぱいですよ。おー、確かにそうだよね。うん、まあこういうね、まあ本当にね、外見たらさ平穏じゃん。うん、ね、だから2021年もね、本当に平穏に戻って、うん、まあ、平穏に戻るかも逆にあるのかさ、うん、ね、当たり前の状態になりつつ、うん、で人がね、まあ、負けないように、ね、楽しく前向きに一歩踏み出せるいい年になればいいかな、ね、と思うよね。うん、もう牛年だし、あ、牛牛だ、あ、牛年、うん、牛年、ね、猛烈に猛烈に猛烈に楽しい時間にしていければなと思います。放送は終了しました。あ、そうか、綺麗に止めれば止めないといけない。はい、なるほどなるほど、失礼しました。いや、あ、そっか、録音になるから光っていかないと。そうですね。はい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 、あ、お疲れ様です。そう、はい、そう、そうなんだ、ね、そう、あいに、はいはい、あ、こちらこそありがとうございました。いつも1時間お付き合いだけありがとうございました。皆さんもありがとうございました。いえいえ、お疲れ様でした。ま、僕はまた2週間後にそっか、あ、いないのか、来週はまた山本さんが対応するところ、はい、あ、22日がってことですね。15日が山本さん、15日が山本さん、はい、あ、じゃあいないんだろ、私もいないから、あ、そうですね、あ、じゃあ結局22日からですね。そうですね、そうですね、次からです。これかわいいんすよ。これいいですね。めっちゃ情報。これいい。速攻。アマゾンで検索して。そうそうそう。実物見たの。でもいいですよね、スリムで。はい。スイート入るの。あ、いい。いい。スイート入る。あ、パソコン入ってない。パソコン入ってる。パソコン入ってるのに。はい。ちょっとパンパン感が出るけど。あ、でもこれぐらいのサイズ感いいですね。そうなんですよ。からリブクな肩紐も。そう、ちょうどいい。肩がいい。みんな中だいたいこんな格好って心に入れてる。今日もいましたよね。ボタンのリップよく。ありがとうございました。お知らせの時間まで割いていただいて。急遽。ご無理をいたしました。いえいえ。こういうのに対応するのが僕の仕事なんで。ありがとうございます。山本さん、またよろしくお願いいたします。山本さんにも年賀状まであり